阿武熊高地は宮城県南部から茨城県北部にかけて広がっている高地で大部分が福島県に属している。阿武熊山地とも呼ばれる。石川町より見る阿武熊高地阿武熊高地の棚倉近辺クリップ、阿武熊高地の周辺稲わしろ湖群山盆地、阿武熊高地地形図宮城県南部の阿武熊川岩山地を 北端、茨城県北部の九時川沢岸山地を南端として南北1 7 0トル以上にわたって連なる山地である。その大部分が福島県に属し、おおむね阿武熊川を中心とする盆地である中通り地方と太平洋沿岸部である浜通り地方との境界線となっている。阿武熊川、九時川、太平洋に囲まれた防水型をした比較的なだらかな山地である。 採用は、流気順平原で、北上山地と同様に、高知部は、全体的に比較的なだらかな地形が続く。阿武熊高地は、海底で堆積した大変古い地層が隆起して、陸地となり、はじめは、日本アルプスのような大山脈だったと考えられるが、その後の長年の侵食作用で老年期のなだらかな地形となり、さらに隆起が進み流気順平原となったと。 考えられる。阿武熊高地には、侵食による残旧である硬い地質の独立峰が各所に残る。阿武熊高地中央部から西部のなだらかな山陽とは、対照的に阿武熊高地東部は、さらなる隆起と再侵食により深い渓谷を刻む、川も多く、阿武熊高地を西から東に抜ける道路の多くは、隆起した高地東部の畑川断層。 双葉断層など断層による断崖状の壁面の急勾配を下っていく。阿武熊高知がかつて海底にあったことを物語るものに、田村市滝根の阿武熊道などの小乳道、岩岸四層のアンモナイト、双葉鈴木流などの化石産出地などがある。阿武熊高知は活断層調査結果などより、比較的安定な地盤と考えられ、また、従来地震による被害の少ない地域でもある。 沿岸は温暖な太平洋側気候、内陸は内陸性気候を呈しており、大宇山脈異性より降雪量も少ない。また、阿武熊山地の西側は年平均降水量も1100ミ、mm、リメートルから1300ミ、mm、リメートルと、東北地方では少ない方である。太平洋側は阿武熊川側に比較して、冬は温暖で夏は涼しいが、標高の高い地域は冬は、 寒さが厳しく、夏は山瀬の影響で例外となることも多い。阿武熊高地以上1000メートル本気帯より隆起した高地東部を刻む深い谷の一つ夏、以下は渓谷阿武熊水系においては、支流における河川施設が多く、阿武熊川が流れる福島県中通り地方の都市、平均降水量は1500ミ、mm、リメートルから1100ミ、mm、リメートルから1300ミ、mm、リメートルと少ないため、 その多くは、灌漑、浄水道用のダムである。河川施設一覧阿武熊高地の千後沢ダム、空撮用水路、導水路発電所一覧阿武熊高地の、ダム画像阿武熊高地の水力発電所、画像阿武熊高地は、阿武熊川流域盆地から、太平洋沿岸を直結する河川にとぼしいため、藤川流域や三沿南深や、ノ部ビア越のような、 内陸と沿岸が山地を越えて、親密とは逆に、内陸と沿岸の交流は浅い。水戸平中村渡りの沿岸同士や、宇都宮郡山福島白石の内陸同士は、交流も深く交通網も充実している。しかし、阿武熊高地を越えた双方を結ぶ路線は、鉄道では平と郡山を結ぶ万越東線一本のみだが、本数は少なく伏線化もされていない。 同じく、中村から福島、または白石を結ぶ鉄道は、計画倒れに終わっている。ありがとうございます。